日本三重県熊野市、並田市長肌須町は、三重県熊野市の町名。呂福上陸の地伝説、鎌倉時代の石畳が残る熊野古道、並田市の道、秘境駅の規制本線、並田市駅、テレビアニメ、なぎの明日からの聖地として知られる。熊野市の東部に位置し、熊野灘に面した、傾斜地に集落が形成されている。集落は一箇所ではなく、 複数に分かれ町内に点在し、海岸線に沿うように東西に細長く伸びている。集落には石垣に囲まれた棚田があり、海に向かって棚田が広がる風景が、旅人の間で話題になったことがある。集落の北側を国道311号が通り、海岸線に沿って JR 帰省本線が付設され、涙樹駅が置かれている。各家庭の庭先には、 ユズの木が植えられている。北は、アタシ町、南は、磯崎町、西は、大泊町と接する。東は、熊野灘に面する。並田市町の沿岸部は小さな入り江になっており、波は静かである。しかし大きな岩が転がる浜であるため、容易には海に近づけない。熊野市は、多くの地域が、関西電力新聞営業所の管轄であるが、並市町は、 中部電力大和製営業所の管内である。涙種は、旗の始皇帝の命を受け、不老不死の薬を求めて、日本へやってきた女服が上陸した地であるという伝説がある。涙種という地名自体、旗獣、旗住かが語源であるという説も唱えられている。女服が亡くなった地とされる場所には、墓所と神社が建てられ、住民の信仰を集めた。また、 弥生い時の破片が発見されている。平安時代から鎌倉時代にかけては、大武器の御厨屋と呼ばれ、伊勢神宮高大神宮の所領であった。四方山に囲まれた西、並田種の生じ白倉には、平家の落ちうどが住み着いたという伝説があり、背後の岩壁には、黄金が埋蔵されていると伝わるが、たたりを恐れて誰も発掘を試みないという。近世には、 木の国室郡木本組に属し、並田主村として、紀州藩の配下にあった。天保郷町と、急行丘陵取調べによると、村高は229国余りであった。海に面していながら、荒いそのため漁業は行われず、農業が主体であった。当時の並田主村には、臨在州の寺院が虹あり、どちらの住職も寺小屋を開設していた。近代に入り、 1877年に、ナミタ首相学校が開校した。1889年には、町村制の施行により、アタシカ村、キウラと合併し、アタシカ村の一大技となった。ナミタ首は交通の便に恵まれず、近代まで、熊野街道の細道が通るのみであった。ナミタ首の沖合には、尾汗町へ向かう巡行船が行き交っていたが、 港のない涙州には寄港せず、この巡航船に乗るためにはあたしかまで約40分の徒歩の旅を要した。鳥場町や名古屋市へ行きたいときは川を越え、松本峠を越え、1時間半をかけて木本町まで行き、蒸気船に乗り換えた。病人が出たときは、籠アタシカゴであたしかか木本の医者を迎えに行った。このように涙州から出るのは苦労が絶えなかったが、 ナミタ種の集落は休憩者地に立地するため、集落内を往来するだけで足腰が鍛えられ、近隣の地域の人よりも強靭な肉体と精神を持っていたという。大正時代の女性の仕事として自生する茅を買って作る墨立つ作りがあり、1日20銭ほどの収入を得ていたという。百四十九年十一月三十日、同じあたしか村内の勇気浦と合同で、 勇気占漁業共同組合を設立した。同年に、磯崎、浪田主幹の三重県道が開通した。1953年3月5日には、浪田主漁港が第一主漁港の指定を受ける。しかし、天然の良港に恵まれなかった浪田主町に本格的な漁港が整備されることはなく、船上げ場と網市場が設けられたに過ぎなかった。1954年には、 熊野市の発足に伴い、同市の町名、肌す町となった。1957年、並田主神社に行使されていた女服の宮が、分子により復活した。1961年12月11日、町内に並田主駅が開業した。1992年、並田主漁港の漁港指定が取り消された。2000年頃、町内唯一の雑貨店が閉店し、 涙市長から焦点が失われた。2001年4月29日、閉業した自動車部品工場を改装して移住者が音楽ホール、天女座を開設した。音楽ホールにはカフェも併設された。2002年11月、1960年代に、除服の宮の参道修復工事中に発見された古い貨幣が、信代の半量船であることが、 中国人学者の鑑定によって判明した。これにより除復上陸地の伝説はより強化された。2005年に高齢化率が50%に達し、並田市長は限界集落となった。同年は、前年度に、熊野市立、並田市小学校から、熊野市立はしか小学校、並田市文校へ移行した同校が休校に入った、年でもあった。地域の衰退が危惧される中、 2006年2月には、並田市地区地域町づくり協議会が、除福茶屋を開業した。除福茶屋は土日のみの営業で、農産物や工芸品などの地域の特産物を販売している。続いて2008年2月4日には、天涼座で第1回熊野音楽祭天の山と開きが開催され、2009年12月1日には、熊野市の地域おこし協力隊が任命され、 なみた市長に一名が着任した。2010年10月には、朝日新聞社で論説副主管を務めた人物が、なみた市長に移住し、地元の熊野新聞で地域の歴史にまつわる連載を開始し、それらは後に書籍にまとめられた。2014年2月、なみた主役がアニメ、なぎのアスカらのモデルであることが、ファンの男性によって発見され、なみた市長に、 聖地巡礼に訪れる人々が出現した。同年7月5日には、作中で人魚座として登場する天女座でファンの交流会が初開催され、アニメのコスプレをしたファンらが参加し、参加者はアニメソングを歌うなどして楽しんだ。2016年4月10日には、戦術の協力隊員とは別の地域、おこし協力隊員らの主催で、旧 ナミタ主文工の工程で手作りを使ってピザを作るという催しが行われた。この催しの成功を受け、協力隊員はナミタ主の有給地を利用して小麦栽培を開始した。同年11月22日には、東海テレビ放送の報道番組、みんなのニュースワンのコーナー、行ってみたらこうだったで、ナミタ主役が取り上げられ、天女座も同時に紹介された。 諸説ある。序福上陸の地伝説に基づき、旗獣、旗隅かと命名された。ただしこの説を紹介した、貴族風土器は、猛説にして真るに足らずと評しており、学術的にも否定されている。伊勢神宮の送り屋であったことに基づき、古代の開墾地、または、昭園時代の深海地を意味する、コンデンス、荒木立が点化した。素上の開拓地を意味する、 コンデンスに由来する。2019年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。1889年以降の人口の推移。なお、1995年以後は国勢調査による推移。江戸時代、1889年以降の人口の推移。なお、1995年以後は国勢調査による推移。 国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。かつては、並田市長に、あたしか小学校、並田主文校があったが、2005年3月31日をもって休校となった。女服の実や女服の伝説が残る場所は、日本国内に20カ所以上も存在するが、並田市長には、 上陸地であることを裏付けるものが数多く伝わり、有力な場所とされる。また多くの地域では、女服のことを、女服さんと親しみを込めて呼ぶのに対し、涙主張では、女服様と呼んで神格化しているところに特色がある。涙主の女服伝説は次の通りである。上日の伝説の傍聴として、次のようなものがある。 呂福を祀る呂福の宮が鎮座すること呂福の宮で、真の半量船が発見されたこと要所や、釜屋敷といった地名が、並田市町内に残っていること呂福が求めた、不老不死の薬の原料とされる足玉や天台予約が自生すること呂福ゆかりの地内しゆかりの品とされる、ものが数多く残されていること呂福の宮がある。並田市長のヤ賀集落では、春分の日に浜辺で、 女服の壮内供養行事を営んでいる。また、ヤガという地名は女服がつけたものと伝えられている。実際のところ、学術的には女服上陸の地としての信憑性は疑わしいものであり、確実に言えるのは女服伝説が代々語り継がれてきたということだけである。涙市長には空海が通りかかったとする伝説がある。空海が涙主を通った時、 空海の足跡がくぼんで、水たまりができ、以後水が枯れることはなかった、という伝説である。この、工房大師のお足跡水を病気の幹部に塗布すると、治癒するという信仰があり、特に胃碁を取るのに効果があるとされる。西行が訪れたという伝説もある。涙種に残る伝説では、諸国を巡っていた西行がこの地で休息を取り、松を植えたという。この松は、 奉仕の松の名で親しまれ、松の前から見る風景が優れているとして、多くの旅人がここで休憩を取ったとされるが、松は現存しない。熊野志氏では、奉仕の松と松のあった障子、奉仕松について、村の境目を防止する、防止松が原義ではないかという説を唱えている。2013年から2014年にかけて、東京 MX などで放映された。 P.A. ワークス制作のテレビアニメ、なぎのあすからは、なみた町を中心に、道町からあたしか町、に木島町にかけての地域や北室郡北町の風景をモデルとして描写している。なみた町では、なみた駅や、天女座、あたしか小学校、なみた文校などがモデルとして登場し、特に、なみた駅と天女座には巡礼ノートが置かれ、多くのファンが、 聖地巡礼に訪れている。熊野市教育委員会によれば、2016年6月、現在の巡礼ノートは、涙種役で2冊、天女座で10冊以上あり、日本各地からだけではなく、中国、香港、台湾など、日本国外からも巡礼者が来ていたという。地域住民は、巡礼者のマナーが良いことを評価しており、彼らの来訪による地域活性化に期待している。 巡礼者は、地域やその住民に魅力を感じ、繰り返し涙種町を訪問するといい、2016年6月時点で、最も訪問回数の多かった人は30回以上、涙種町を訪れていた。アニメ公開当初、制作会社は、どこをモデルとしたかについては公表しておらず、2014年2月に、京都府在住の男性が、涙種駅がモデルであることを発見し、 ブログに書き込んだところ、アニメファンに知られるようになった。熊野市当局は当初、アニメとタイアップした企画を行う予定はないと、消極的な姿勢を示していたが、2016年に広報熊野で市民に聖地であることを紹介した。この中で、なぎのあすからの美術監督、東地和製が熊野市の隣の南室郡三浜町の出身で、 熊野市内の三重県立木本高等学校美術部の OB であることにも触れた。作品の世界観であるファンタジー要素を壊さないためにも制作側は聖地を公表してこなかったが2017年3月にツイッター上で熊野市をモデルとしたことを公式に認めた。これを受け同年5月3日に天領座と涙主文校で聖地公認を祝うイベントが開催された。なお、 モデルとなった、タ州町を含む熊野市内では、なぎの明日からの地上波放送は行われていない。天女座会一望絶景カフェ天女座は、京都市から熊野市に移住した夫婦が開設したカフェ併設の音楽ホールである。夫婦は2000年に熊野市へ移住し、ナミタ市長の風景に惚れ込んでホールを開設した。天女座では、熊野音楽祭の開催や熊野古道ウォーキングと、 コンサートをセットにした旅行商品の企画などを行っている。涙市町民にとっては気軽に集まれるたまり場として定着した。なぎの明日からには人魚座として登場し、多い時には1日20人のアニメファンが巡礼に訪れ、ファンによるイベントを開催したこともある。また、なぎの明日からにちなんだキーマカレーとサイダーをセットにしたメニューを提供しており、来訪者の評価を得ている。 天女座カフェにはテラスがあり絶景です。女福茶屋は過疎高齢化が進む街を元気にしたいと立ち上がった住民が2004年7月に結成した並田市地区地域町づくり協議会の運営する特産品販売店であり2006年2月に開業した。同協議会には並田市町民のほとんどが加入し2005年4月に 特産品販売店を設置することを決定した。国道311号沿いの木を伐採して土地を確保し、熊野市から200万円の補助金を受けて地元産の杉日の機材を使って店舗を建設した。除福茶屋は土日のみの営業で住民や熊野古道などに訪れた観光客の交流の場となることを目指している。並田市長の最寄りインターチェンジは 熊野大和瀬道路熊野大泊 IC であり、そこから約6キロメートルある。並田主駅へは、熊野市駅から鉄道で約6分、自動車で約20分である。並田主駅、並田主駅は、秘境駅とされる。熊野市内にある、規制本線の6駅の中で、最も乗車人員の少ない駅である。並田主には、大武器峠口、伊内浦農村公園口、西、 な田たし田な小学校前、女福茶屋前、東、な田たの6つのバス停がある。熊野市による、熊野市市街地乗り合いタクシーと、海岸部乗り合いタクシーの2種類の乗り合いタクシーがあり、予約制で市が指定した、目的地に行くか、目的地から自宅に帰る場合に利用できる。ありがとうございます。